はいどうもこんにちは、まみよしです。ということでね、今回はこちら新型の iPhone SE にね、メムミのケースつけて実際に使ってるんですけども、ここね、横の部分を見るとちょっと割れちゃってるんですよね。でこれいつ割れたかっていうと、プロにいつも立てかけて音楽流してるんですけど、そこからね下に落として割れちゃったっていう感じなんですけども、ちょっと分厚くてもいいから割れなそうなやつないかなと思って探してたら、ケースの方見つけたので、そちら紹介していきたいと思います。ケースフィナイトかな、こちらのケースを紹介していきたいと思います。ということで早速開封していきましょう。はい、ということでこちら2つ開封していきましょう。これ2つ種類があって、フロストエアーってやつとフロストプロっていうやつがあります。まずはエアーの薄型から開けていきましょう。よいしょ。ケースフィナイト、フロストエアーの付け方ガイドもあります。ボリュームキーから入れて、右側入れてって感じですね。まあつけられるでしょう。ほっ、さあこちらが本体になります。今回はね、こんな感じのクリアマットっていう感じのケースになってます。でメムミのケースと比べるとね、こんな感じでカメラのマイクっていうのもこっちはねしっかり切り取られてます。精度としてはこっちの方がいいかな。で横は一緒か、下も一個一個切り取られてるのは同じです。左も同じか。まず薄さ見てみましょう。薄さはこっちの方、やっぱメムミの方が薄いですね。まあこれは本当になんか紙を使ってガードしてますみたいな感じなんですけど、これはポリプロピレンで 0.6mm らしいですね。こっちは 0.3mm です。なので、倍の厚さはあるんですけども、薄くて軽いのが好きだけど端末自体はちゃんと守りたいっていう人はこれ結構いいかもしれないですね。でこれ実際につけていきましょう。レッドの iPhone につけるとどうなるのかやっていきます。左側をはめて、はい、つきました。こんな感じ、裏から見ると、あ、なんか膜を張ったみたいな感じですね。ホワイト iPhone にはこの透明なのかなりおすすめかもしれないですね。こんな感じです。でマイク穴はね、こんな感じでぴったりですね。素晴らしい。うん、でこのフィット感だったらやっぱ水も入らなそうだな。でね、ちょっと残念ポイントとしては、穴がほんの少しだけずれてるかなっていう感じですね。まあただね、全然気にならないですね。ちょっと音とかも出してみます。うん、音出してもね、全然問題なかったですね。で、このモモスティック。これマットレッドだったかな、なんかそんな感じのモモスティックなんですけど、これと色ぴったりだ。だからマットのモモスティックを使いたい方っていうのは、このケースだったらぴったりの色ですね。これはいいわ。で、しっかりモモスティックもくっつきます。で、そうしたらもう一つのフロストプロ、開けていきましょう。はい、こちらがフロストプロになってます。結構頑丈そうな感じですね。でちょっとね、重さも比べてみます。うん、こっちの方が重いな、やっぱり。あ、でこれ今気づいたんですけども、これねメムミのはね、こんな感じでロゴが入ってるんですけども、こっちのねケースフィナイト、こちらはねロゴが全くないです。なのでロゴが入ってるのが苦手っていう方もこれいいかなと思います。でこっちのフロストプロに関しては、ここにストラップホールがあります。あ、ストラップホール2個あるな。右側と裏面のここにあります。まあ、つけていきましょう。はい、iPhone SE、レッドにつけるとこんな感じ。まあ、ちょっとね、曇ってる感はあるかな。で、カメラ部分にマイク穴。ここら辺はね、本当にぴったり作られてますね。パーフェクト。で、本体右側は電源ボタン。これはちゃんと覆われてます。で、ここにストラップホール。で、上行くと、上は何もなくて、四隅がこうバンパーみたいな感じでちょっとボコってなってますね。なので携帯とか落とすとき、大体この四隅から落ちるんですけども、この四隅がちょっとプニプニしてるので、衝撃を吸収して iPhone 自体が壊れない。そんな感じになってます。で、上行って、左面。マナーモードのところは爪を入れてやるタイプ。で、音量ボタンもしっかり覆われています。ボタンも押しやすいですね。で、下側行くと何もなくて、こちら特徴的ですね。ライトニングコネクターの端子があって、ここね、覆われてるって思うんですけども、これ、前面を見ると、こちら。ここにね、上向きに音が出るように、ケース内で、こう、下側に出て上に行くみたいな感じになってるので、YouTube とか音楽を聞くときに、音が聞きやすいなって感じになってると思います。ちょっと聞いてみます。はい、聞いてみた感じでね、かなりいいです。で、YouTube とか見るときこんな感じで見るんで、音がね、こう横に行っちゃうよりは、こうね、自分の方に来た方がいいので、これかなりいい設計かなと思います。で、音がこもるとかもなかったです。素晴らしい、これ。ただ、僕的にはちょっと重いかなっていう感じはありますね。やっぱりこっちの薄型の方が好きです。ストラップをつけたいとか、音を前に出したいっていう方は、このフロストプロもいいんじゃないかなと思います。で、こっちのね、素材もしっかりモモスティックくっつくようになってます。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。こちらのケースフィナイトのケース。僕はね、結局どのケースを使うかというと、こちら、フロストエアーのケースにモモスティックをつけて、使っていこうかなと思います。
メムミのケース赤でいいんですけども、こっちよりね、こっちのレッグ持ってる方がこのモモスティックの色とも合うし丈夫なので、これもいいのかなと思いました。でこのケースね、買う時にちょっと注意があって、 Amazon では売ってないです。ケースフィナイトの公式サイトで購入する形になります。なのでね、ちょっと購入するのは手間ではあるんですけども、まあ、その分ね結構いいケースかなと思いました。 Amazon でね販売開始されたらもっといいのになと思いました。でこっちのケースは音楽をよく聴いたりストラップをつけたりする方っていうのはいいかなと思います。あと落とした時にね、これかなり頑丈なので、壊したくないっていう方もこれかなりいいと思いました。概要欄にねケースフィナイトの、公式サイトのリンク貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。ということで以上、バイ。